あ、こんなとこも登れるん、マジで、すげえ。え？どういう状態？よしよし。ちょ、待って、一旦さ、うん、回復しに行っとこう。回復大事。ね、あの子捕まえようや。なんか後ろの銅鐸みたいなやつも。銅鐸？ちょっと待って。よし。見つけんなよ、おい。待って待って待って。あっちか。あっちだわ。方向が違うわ。こっちの方向かな、ベースは。何？雪？雪降ってきたよ。こうやってった。やっぱ山の天気は変わりやすいってことかな。よいしょ。休みまーす。あ、何？なんか、体ちょっと凍ってきとるけど大丈夫？ふふ。ふえ、こんなとこで休んだらさ、死ぬんじゃない？寝るな、死ぬぞって感じやん。こっちか。で、そこの崖を登っていけばいいってことやね。スタミナとかないんかな、別に。ゼルダ的な感じで。これか。うわ、目だけ見えとる、私、怖い。影分しめじ。ほら、こんな感じ。うわー、早い！感動！超気持ちいいやん。サック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 。めっちゃ早いし、スタミナもない。え、超いいです。サックサックサック。あれは？グライガーかな？あ、あれか？あの、何やったっけ？ここからボールは使えんのか。あの、さっきさ、あの、誰やったっけ？あの、おじいさん。あの人が使いよったポケモンってさ、グライガーの進化系じゃない？違うかな？ここから、いけるか？何、死んでない？あの子、動かんねやけど。ピクリともせんかったけど大丈夫。グライガー捕まえた、やったねー。レベル41やって、いい感じ。寒すぎて凍っとったんやない？見つからずに捕まえれたけども。普通に地面走る分にも早いよね、この子。サックサックサック。これめっちゃ気持ちいいんやけど。わかる？たっ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 た。特に何も。特に何も捕まえていないポケモンはいない。サックサックサック。で、こうやって崖登って行きよったらさ、基本的にあれやん。ポケモンは追いかけてこれんやん。めっちゃいいね。うわ。ね、手前におる子捕まえたいんやけどさ、奥の怖いんよね。無理だわ。ってかどこ？目的地、あっちか。なんかあそこに遺跡っぽいのあるね。待って、怖いんですけど。キャー！何？攻撃受けたよ、私。やめてください。来ないでください。お！これなんやっけ？なんやった？これ。リアルガやっけ？あ、で、あっちもあっちも。その辺のさ、伝説ポケモンの名前、あんま覚えてないんよね。あんま覚えてないんすよね、ちょっと。あれよね。何やった？パール。パールのやつよね。パールと何やったっけ？私自分が持っとったのがさ、アパールの方やってさ、もう一個の方はアスムが持っとったんよね。で、そのもう一個の方が何やったかを忘れた。あ、こんなとこも登れるん、マジで。すげえ。どういう状態？ちょ、待って。隠れます。私。めちゃくちゃニヤニヤしとる。あれ捕まえとったんかな？ビリリ玉よね、あれ。めちゃくちゃニヤニヤしとるけど、ビリリ玉よね。捕まえとる気がする。うわ、ああいう木箱のパターンも出てくるんやね。
あれいつもやったら木が揺れたりとかしよるやつやろ。ね、あの子見たことない。何このポケモン。なんかクリオネみたいなやつ。うわ、なんか動きが不規則だな。狙いにくそう。はっ。いけるか。こいこい。ああ、逃げてく。え、怒った。怒った怒った。あ、待って、遅い。君遅い。お、いたよ、いたよ。椿。ようこそ、マルマインのキングバ、芸月の戦場に。あなたの妨害をしたものの、たどり着いてほしい気持ちもあり、人は矛盾を抱えてこそ成長するのかもしれない。どうやってここまで来たんやろ。大乳らないのに。この椿、混合団の一員として生まれてきたからには、神王様を喜ばせたい。さあ、キングを守りたいという僕を倒せると思うなら胸を貸そう。臭いと言われようとも、すかすことなくやろうよ、スカタンクども。なんなんそれ、決め台詞な。よっしゃ、行きますか。また1体？それとも道中増えた？3体いるよ、なんか。待って待って、ムクホークは微妙やね。なんかおるかな。ホーカバ、ああ、ドクロ、あ、地面がいい感じ？ふんふんふん。入れ替えましょう。ん？なんか横にズバッとおるけど。あれ、野生？なんかめちゃくちゃ普通にズバッとおるんやけど。あ、あれも向こうのポケモンか。え？ 3 体一気に出したんか。ちょっと待って、こっち1体しか出してないのに？ずるくない？え、待機してるだけ？あれ、違うよね。攻撃してくるよね。ないわー。待ってくれ。あー、よくないよくないよくない、そういうの。ほら、3対1とかよくないよくない。待って、え、次誰で行こうか。爆踏んでいくか。でも相手なんかが、ネオラントで行くわ。あれ、テント三角ってどっちの方が上？剣の方が上かな。これ一応普通ってことよね。三角は効果今一つかな。お、それは結構弱いぞ。それ連続で攻撃してくるのやめろって。ボッコボコやん。くそ、銀色の風、水の波動、え、水の波動でいこう。これさ、え、違う。攻撃する相手選べんの。順番な感じかな。エアスラッシュいけるやん、こいつ。イエーイ。イエーイ、やったね。ふぅ。誰も進化するやつおらんね。僕が負けたのではない。アユナ、あなたが勝ったのだ。いや、まあいいね。ポジティブな言葉だけ使うのはいいと思うよ。そこを間違えないでほしい。こっちの勝ちは認めてるわけやけんね。口めっちゃ歪んでますけど。ただ、時間があれば、ポケモンを強く育てられたのによ。そうか。兄貴が時間を大切にと言っていたのはこのことか。さすがだ、混合団に神王様。何一人でブツブツ言ってんだ。あれだろ、沈め玉を作るためキングの好物を知りたいわけだ。そっか、沈め玉をまず作らんといかんのよね。だがね、それはできない相談だね。なぜならこの椿、マルマインの好物をまるっと忘れてね。そこ偉そうに言うところじゃないけど。何、覚えてるはずだって。もしかして怒りたい気分かい。だが怒ったとしても何も解決しないさ。そんなにこやかな顔で言われても。お、あゆなよ、椿に苦労させられているようだな。
お、来た来た。マルマインが好きなもの。教えるのを忘れていたよな。悪い。うん、やってきたよ、高青年。兄貴。なんだよ。聞こえたぜ。アイラなんかにどうして鉱物を教えてやるんだよ。兄貴は混合団のリーダーだろ。銀河の連中なんか捨ておけよ。椿、おめえよ。荒ぶるキングを見たのかよ。苦しんでいる姿を、間違えた。溢れ出る活力を抑えきれずに、苦しんでいる姿を何とも思わねえのか。神王様に選ばれた者の喜びだよ。誰だって成長するときはよ、試練があって悩んだり苦しむぜ。キングの荒ぶりが神王様の試練、俺にはそうは見えねえ。だから金剛や銀河とか関係なく、アイラの協力をするぞ。ちなみに教えるんじゃねえ。マルマインの鉱物、ゴリゴリミネラルをくれてやるねよ。おー、しかもくれる、ありがとう。いい人だわ、ほんと。ふふ、椿と違って。さあ、アイラに椿、沈め玉作りを手伝ってくれや。わかったよ、椿もキャプテンだ。沈め玉を用意するよ。ちょいちょい自分のこと名前で呼ぶのちょっとなんか気になるんやけど。ほら、無限のこと沈め玉。思う存分マルマインにぶつけな。もっともマルマインは驚きの強さ。アイナに沈められるかよ。ふう、頑張るしか。でもここはね、基本的に今強いって言っても、人間体でね、どれだけ沈め玉をぶつけれるかの方が大事な気がするけんね。無謀にも、マルマインに挑むのかい？挑みます。無謀な勇気は認める。いいかい？マルマインに相対するなら、止まることは死を意味するからよ。怖い。でもマルマインに対抗できるの私誰？私、水タイプとか飛行タイプとか持っとんやけど。待って。ちょっと。人選を間違えたのでは。人じゃないけど。なんかめっちゃいっぱいおる。合体する？うん。おお。なるほどね。今のは下っ端たち。あ、顔は普通やね。洞窟キング、マルマイン。なんか黄金に輝いとんやけど。まあ、でも基本的には、あれよね。何？ちょっとやめてよ。ああやめろって。基本的には、私がどれだけ、あいつにぶつけれるかなんよね。ああいやポケモンの強さというよりは、待って待って待って。ちょ、周り邪魔。くっそ邪魔。あーやめてくれ。ちょ、あの、ぶつける隙がないんだが。ずっと追いかけてくるも、これもどうにかしていただきたい。なんだ、どこ行ったんだ。あーどういう状態今。怖い。待って、怖い。なんか、ピヨピヨなったよね。いける？でも、あの状態になるまでめっちゃ長くない？あ、でも、これ、あれか。一応、いや、攻撃パターン変わったと思ったけど、また元に戻った。どんどん増えていくんですけど、いや多いって。多いって。早く消して。いける。でもあと1回ぐらいいるような気がするんよね。あ、1回ではさ、ゲージ1個分も減らんかったと思うんよ。ドクドキー。待って、近づく。
けい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 け。あ、でも粘ったらいけるかも。粘れ私。いけた。あー、よかった。よかった。永遠に届くかと思った。ここはね、もうあのポケモンの強さとかじゃなくってさ、どんだけ人の状態で耐えれるかよね。どんだけ避け続けられるかっていうやつよね。あー、やばかった。めっちゃレベル上がったわ。いやー、ドクロック様々です。認めてくれた。マルマインからイカズチプレートを受け取った。イカズチプレート、電気のタイプの石板。あるポケモンに使うと電気の力を得る。なんかめちゃくちゃ木彫り感あるよね、このマルマイン。なんたることだ。これが実力ですよ。情けない顔になったな。沈め玉を作ったものの、いざ神王様のご顔がなくなると寂しい気持ちでいっぱいだよ。そうか、俺はマルマインが苦しみから解き放たれ、ほっとしているように見えるぜ。うん、なんか清々しい顔しとったよ。兄貴、それは兄貴のそういう思いを投影しているのさ。兄貴の説教なんざへでもないが、神王様に怒られないだろうか。お、帝国通りにただいま到着。帰ったんじゃなかったんか。何のために戻ってきたんだよ。アイナ様と行動を共にし、いくつか思い出したことがありましてね。私が記憶を失う前にいたであろう世界での話です。ほとんどの人がポケモンを捕まえ、仲良く支え合って生きています。中でもポケモントレーナーと呼ばれる者は、己とポケモンを鍛え、高みを目指し、ひたすらポケモン勝負を繰り返していました。やっぱポケモントレーナーってことよね。そうすることで、共に戦うポケモン、相対するトレーナーとそのポケモン、すべてと分かり合っていったのです。ポケモンと人が力を合わせて道を切り開く。ポケモンだけが強い。ポケモンを必要以上に恐れる。それでは時代は変わりません。なるほどな。アイナがいた世界もそうか。うん、ポケモンをあがめ敬う感じはそんなになかったと思う。そういう地域もあったかもしれんけど。そうです、友達っていう感覚が強かったよね。そういう世界もあるのか。なるほど、椿には分かったよ。ポケモンだけが強くなるのではなく、椿こそがポケモンを強くできるほど強くたくましくあるべきだとね。まあ一緒に切磋琢磨してね。今の言葉が達成できた暁には、神王様はお喜びになるのか。兄貴、金剛団に伝わる神王様の教えを話してくれ。あれかな、神王地方の遥か昔の話って感じなんかな、これ。よく聞けよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。あらゆるものを友とせよ。悲しんではいけない。怒ってはならない。神王様が悲しむ。時が止まるだ。ブラボー、スーパーブラボー。どうした急に。キャラ変わった？皆様さらに精進を重ね、高みという目的地を目指し、ひた走ってくださいませ。もちろん、アイラ様の高みとは次なるキングです。さて、今度こそ寿村に戻るとしましょう。アイナ様のようにポケモンを恐れぬ方がいると、翡翠の皆様の意識も変わるでしょう。ポケモンは決して怖くないと。この人服ボロボロよね。新しい服は用意してもらえんかったんかな、キャプテンにまでなったのに。え、そういうデザイン。では電木様に報告ですね。アイナ様、失礼いたします。何しに来たんやろ結局。これまでの歴史を大事にしつつ、より良い未来のために、自分が思い出したことを伝えに来ただけかな。それが宇宙を作り、時間を司る、神王様の御心なのかもな。この椿、己を磨くことで、マルマインをより輝かせるとしよう。ベノムショックを見た数？ベノムショック？そんな技出したっけ私。覚えてねえや。まあ、出したんかな。とりあえず一旦さ、回復に。いや、満タンなんか。満タンやったわ。ってことは、まあ、どこだ？これか、マップ。あ、でもすぐそこやね。え、でもここでは、回復じゃない。元に戻ることはできんのか、村に。
ふう、戻ってきたぜ。ポケモンを一匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。グライガー捕まえたんか。675円。苦労した割には。図鑑はまあ進んでないけんね。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。でも一応更新はいっぱいあったんか。あと2130。洞窟キングマルマイオンを沈めたのですね。村に戻って伝木さんに報告です。ふぅ。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、なんかね、あれよね、親方ポケモン、親方やったっけあれが強くなっていくたびにポケモンのレベル以上にプレイヤーの技術の方が求められるっていうこの辛さレベルだけならね、そっち上げればいいんやけど。